そう、めっちゃセミナー行っとる。おはようございます。今日めっちゃ漏れとるかな。完売おめでとう。そう、ありがとうございます皆さん。いつだったっけ。ありがとうございます。ほんまに3つ目めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。買ったよ、ありがとうございます。ほんまに3つもあのね、あの出てもらえると全然思ってませんでした。ありがとうございます皆さん。31日の10月31日の6時間目か。ありがとうございます、本当に嬉しいです。ありがとうございます。自分でもびっくりです本当に。よかったね、はい、ありがとうございます皆さん。これぐらいあげたいな、どうしようかな。ありがとうございます。今日のバースさせてごめんね。大丈夫です。そう、先ほど会いましたよね。これ、あ、これ入れたらさ顔が白くなる、すごい。あ、やばい。え、待って待って待って、やばいやばい、はい、直します。大丈夫でした、何もなかった。教科書の上に載せとるんですよ、櫛と、櫛とペイントがありました。エアコン入れた、エアコンは見えても大丈夫です。ちょっと片付けよう。めっちゃ全部崩れる。そうね、教科書ね、ちょっとメールで送るわって言ってほしい。教科書1234567891011121314151617181920211121219202124。教科書25冊並べてこの高さまで持ってきたんですよ。なんかね、女優ライトのやつがね壊れたのでなかったかので、教科書を25冊下に置いてますよ。置き弁の、置き弁だけど普段は置き弁だけど、あれでしたね、あれですね、確かに置き弁だけど夏休みは認めてもらえないですね。いや、国語辞書ね何冊も載せてないしね、国語辞書ね面積がちっちゃいからなんか落ちそうになるし、何冊も持ってないから。しかもね、女優ライトじゃなくてね、あれなんですよ、勉強するライトでやってるんですよ。自分の机の小1の時に買ってもらったやつ、めっちゃあれじゃないですか、めっちゃなんかアナログな感じがする。今日の配信はなんかちょっと原始的ですね。原始的っていうか、教科書並べてからね。ファンシカのために女優ライト買ったんですか、すごいすごい、ありがとうございます。明るすぎないで。そうそう、見つけたんですよ、勉強、女優、勉強のライトを女優ライトにしたらいいっていうこと。ふうくんさん、ハートありがとうございます。おはようございます。サラピちゃんとサラ2倍見たでって、そうそうそう、サラちゃんが載せてくれました、成功バージョンの、成功バージョンの
ダブルサラです、サラ2倍って言ってるやつあれね可愛いんですよ。サラちゃんが見てくれましたか？あれ最後にね、サラちゃんが顔隠すのがめっちゃ可愛いですなんか普段はさあんな感じなことしなさそうだけど、あれ最初はなんかオーディションとかでなんか最初にサラちゃんを見た時とかはめっちゃなんかめっちゃスタイルがいいし美人なので、なんかあれかと思ったんですよ。なんかめっちゃクールっていうかめっちゃ怖いかなって思ってたんですよ本当は。めっちゃ貫禄があったので。だけどでなんかで入ってからもずっとそう怖いかなって思っとって、でなんか話す機会が一回もなくて、でずっと写真撮ってもらいたかったけどサラは喋りかけられないんで怖くてか、だけどなんか2月ぐらいにサラがなんかメンバーの紹介をメールでしとるときに初めて話しかけてみたんです。話しかけてみた、写真撮ってって言ったんですよ。でなんかそこからなんか分からんけど最近とかめっちゃ喋るようになりました。クールなんかね、あのめっちゃ優しいんですよ。でもなんかね、なんか前髪やってくれたりとか、なんかそこめっちゃ覚えてるのが、これであれ優しいって、すごい優しいって最初に思ったのがなんか何月くらいかな、最初ぐらいの時に僕隊の練習をしてる時の話なんですけど、1月とか12月とかになんかあれだったんですよ。時間が9時を超えた時間、レッスンが9時までなんですけど9時を越してしまった時があったんですよ。で10時までやろうってことになったんですけど、サラとサコちゃんとモモちゃんは中学生なのでなんか出れないっていうか出れるかわからないって感じの時があって、でも誰もそれ言わずに普通にレッスンしようとしてたらサラちゃんがなんか中学生組は今もう帰らせた方がいいんじゃないとかみんなに言ってくれてからみんなやろうって言っとったのに、それの時になんかね優しいって思ったんですよ。もや太郎さん、花束何これ、ひまわりありがとうございます。ホスターさん、ハートありがとうございます。ふうくんさん、だるまありがとうございます。ホスターさん、ハートありがとうございます。あーちょっとやばい、倒れそう。裏では怖くないんですよほんまに。あ、怖くない、なんか優しいんですよ。そうなんかね、とかなんか前髪とかもなんかよくいつもやってくれとったし乃木坂の花田、ちょっと待って、これなんかね乃木坂さんのねルート246なんだっけが好きなんですよ。7なんだっけわー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 が好きそんな気遣いだけど、そうサラが例えばレッスンとかで後ろに、なんかレッスンでみんなでやるときにサラが後ろにおったらなんか前行っていいよって言って前行きんさいとか言っていつも行かせてくれる。背がちっちゃいけど。前太郎さん、ハートありがとうございますどんだけ裏では怖いかも言いたいんですかどういうことですか、うん、長棒めっちゃ入れるじゃないですか、よーって、野菜ボーボーボー前行き、それ分からんけど、あ、でもサラちゃんは前行きっていうわ、なんか分からん方便かもしれん、前行きよって言います。ふうくんさん、ハートありがとうございます。行きさじゃないわ、ないわ、行きよって言われますね。チュ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 、あ、おはよっぽよ、おはようございます。炎のモビルスーツさん、おはようございます。塾の先生が、あ、そうそうそう、塾の先生がね知り合いだったんですよどういうこと、ちょっとシリーズ裏に金さいってある、どういうことなんですか前どういうこと、もうウケるウケる3時間歩いたけど汗だらけ、3時間歩いたら
歩いたら汗だらけですね絶対やばいやばいよ。そうなんかね、塾の先生に新しい先生が来たんですよ。先生っていうか、まあ先生か。そしたらなんか学校が同じだったから、あでもこれなんか話してる途中になんか学校の名前言いそう、なんかホスターさん花束ありがとうございます。フークさんハートありがとうございます。それでなんか可愛い人なんですよ。頭がちっちゃくておしゃれで顔もめっちゃ美人な人なんですよ。それで可愛くて、そうそう大学生の、そうですね、それで可愛くて、待ってなんかちょっと幼稚園と言ってしまうじゃんそれで可愛かったので、可愛かったの話しかけたじゃないよ、可愛かって、で見とって目で追っとったらその先生が話しかけてきたんですよ。なんとかどこどこ中学校なんでしょって言ってきて、それでサラがはいって、そうなんですって言って、なんとか先生まだおるって言って、その私の中学校でずっと怖い先生がいて、なんか伝統なんですよその先生が、ずっと何年もいて何十年とか。それでなんとか先生まだおるって言われて、えなんで知ってるんですかって言われたんですよ。って聞いたんですよ。そしたら、え私もそこの中学校だったのって言われて、で小学校もなんとかですかって言ったら、小学校もそうって言われて一緒だったんですよ。そしたら、そう、そしたらなんか話しとったら、なんかその人のこと知っとるかもって思い出してから、なんかね、名前に花の名前がつくんですけど、その花がなぜか浮かんできて、なんでさっきから花が浮かんでくるんじゃろうって思って名前聞いたら、あそういうことかと思って分かったんですよ。それでその先生がサラのほくろの位置で分かるとか言ったって、その先生とはなんか前に一緒になったことがあるんですよ、避難訓練のペアがね。そう、それでなんかあれだった。だけどそう、サラが小1の時の小5なんですよ。4歳しか変わらんのに先生とんですよそんなに可愛いと勉強に集中、私めっちゃ天才なので、天才の方なので、めっちゃ天才の学校の方だったので尊敬しました。すごく気をつけて話してるのが分かる。そうだ、気をつけて話さんとさ、普通にさ、例えば学校の行事の名前にさ学校名が入っとったりするんですけど、それを言いそうになります。それ大丈夫、バレないの？天才だけだったらバレないよ。カリフラワー先生どういうこと？カリフラワー劉少金さん可愛い、ありがとうございます。さ、いや自称せ、あサラが言ったんで、サラがってことじゃないよ。どういうこと？その先生が、サラちゃん夏休みなんだね、突然だけどサラちゃんはカブトムシ好き？触れる？僕は好きです。サラはね、カブトムシは触れないですね。虫は全般無理ですね。さらっと、そうさらっと言いそう。これ皆さんちょっとどこに置いとったら見えますか？近くと遠くどっちがいいですかね。人は進化するを、避難訓練のペアとかよく覚えてた。そう、でもそれは先生覚えてなかった。小さい頃カブトムシよく探しに、あ、取りに行ってた。カブトムシね、取ったことないんですよ。これを入れたら白くなるか。手作りポスターのプログラム G もダメ、 G 変わらんって。あー待って、どうしよう、普通の日程が見えにくい。はい、そうなんですよ。サラサラありがとうございます。フークさんハートありがとうございます。あ、カブトムシはサラも好きです。でも今のサラのブームはてて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 てですね。なんかね、この手あれに似てますよね。てて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 てってやつ、ルート。そうですね、確かに清水プロのプロポーズ前回の写真しか見えんぞって食パン大好き。それ、え、言っちゃいけないんですか？何歳で？そらね、グローブさんがねすっごい好きなんですよ。
もうね、小4の時ね、恵子さん死ぬほど好きだったんですよ。もう今すぐにでも明日にでも会いたいって思ってました。今は明日にでも会いたいとか思わんけど、なんかめっちゃ好きですね。も好きだし、あとはフレッシーズプレシーズもめっちゃ好きですね。シスナイビンセンエイティワンナイツワンモーソンガイユキパワーの影響で、そうじゃなくて、あでも、あそうかも、そうですそうです、車でよく流れとったんですよ、シミサラーってシミサラーユリッチみたい。なんかユリッチがよく LINE でなんかね、 LINE でなんか なんだっけ LINE で普通になんとかなんとかとか今日何時からとか聞いてくるときに、ただただ今日個人チャットでね、今日何時からとか聞くんじゃなくて、シミサラーって一回入れてきて、今日何時からってメトロさんハートありがとうございます。お父さん世代の歌、ケイコ死ぬほど好きな、そうです、ケイコさんを死ぬほど好きで、この前久しぶりにツイッター更新したんです。他の日記推しのポスターのクオリティ高いって言ってたんですが、えパセリちゃんですかありがとうございます。私に買うんだけど、そうですね、すごい、もうさっきねささみ食べました、なんか作られてたので飲みました。4年前まで死ぬほど好きだったとかウケるな、だってウケはしないですけど、サラが小4の時もうやばいぐらい好きで、あれなんですよ、なんだっけもうめっちゃ好きでいろいろ調べてたんですよ。あとな、えもういろいろ好きでしたね昔。ホスターさんだるまありがとうございます。あとあれ、お酒さんも好きでした。なんか小沢健二さんかもう歌めっちゃ好きだった。あのあれが好きですね、この瞬間は続くといつまでもの歌、 OK よなんてのやつ、乃木坂さんの新曲、小室さん、そうです、タタタタタタ、ケイコさん元気になったんかな、どうなんですかね。あえてマックスファンさんの真似をする、 あれ全部できますよ。ラブアイが利用される、感覚なくなるまで支配したり、時間を無駄にはできない、星を抜けてどこに、ベストオブマイライフ、一体どこからこの寂しさ、ルールを無視して遊ぶのに夢中で、すれ違い汚れた足跡置き忘れてきたらやばくないですかちょっとやばいわそれめっちゃ面白いしさ、カラオケ配信で他のグループの曲歌ったらいけんのにさ、こうやって歌ったら意味ないんですよね、もうやめましょうねラブアイガーって言うんですよ、ラブとは一緒なのに2回言うんですよ、ラブアイガー利用されるって面白い、さよならなんて言えないから、好き、ちょっと尊敬なんかさ 3.14 もめっちゃ覚えてるんですよ、 3.14159265589793、 それ系で覚えれました、覚えますこういうのはラブアイガー KRF も歌えるかな、どうだろう、わかんない、馬って何歳ですか、14歳です、そのアップを打ち上げ盛り上げて、どういうこと、さて中身お母さん分からん、お母さんの世代か分からん、清水プロやっぱりプロイだ、プロイですか、そうそう、演習率とマークさんのラップにはなぜか同じものを感じますね。フークさんハートありがとうございます。ジョイトゥーラブってどんな歌ですか、尾崎せりかちゃん勉強に、どういうこと、役立ってよかったね、そうね、あーそう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 、メール取ってくださってるんですね、ありがとうございます。なんかね、なんか例えばなんかね、昨日新しい勉強見つけたんですよ塾で、なんかね、なんだっけ、パセリちゃん、あのなんかなんだっけ、日米和親条約の時に開港された5つの港言えますか、あれでね長崎があったんだけど、そこでそう、なんかその県出身のメンバーのことを思い出したらいけます、パセリちゃんとかリコちゃんとか
渡辺なっちゃんとか、大阪はなんか普通に行けるんですよ。そうそう、函館とか、あでも函館そっちじゃなかった、じゃあ日米就航通商の方かもね。はよう、なるほど。なんかね、それのメンバーのことを思い浮かべたらめっちゃ行けるんですよ、覚えれるんですよ。そう、新潟、函館、下田、長崎、神戸、そこどっちでした。例えば愛子ちゃんとか、神戸かわかんないけどね、それをめっちゃ覚えたんですよ。それで暗記法しました、見つけちゃいました。北海道だ、なるほどって。昔からおじいさん、ニキのみんな出身地覚えてる、すごい、半分も覚えてない。え、言えるよ、ゆらちゃんは広島で、みらやちゃんが、これ言ってたらやばいですね、福岡で、りねちゃんがハムの岡山、まあ全部言えますね。メンバーの名前間違えて書いちゃう、さらちゃん回答欄、おさきせっかちゃんみたいな、さらちき、さらしき記憶実、なんかね、なんかね、パセリちゃんとかのこと考えたら覚えれるんですよ。鹿児島ならさくらさんとか、北海道ならナッピとか、ナッピ、あのなんだっけ、雲上さんが北海道ですよ。りんこちゃん大阪と見せかけてきて、そう、おさきパセリが、おさきゼリーがさ、タイがおさき、わかんない、当たるかわからんけど、いや屋外、野外ライブ申し込もうと思っとる。ありがとうございます。そう、あるんですよ。もうすぐ、やすべいさん、だるまありがとうございます。なりゆきさん、ハートありがとうございます。おはようございます。ゆうじさん、うんじょう、ひろのちゃんの22歳、あ、そうなんだ、おめでとうございます。ミニスタイベント多くて楽しいって、萌太郎さん、ハートありがとうございます。カニフミヤさん、かわいい、ありがとうございます。お話かで、コスプレしていいかったらしたいけど、なんかしたらダメって言われるかもしれない、ルールと運営さんの、だから聞いてみないと分かんない。これ皆さんお願いします。ちょっと今日も見せとこう。おすすめ日は10月31日の7時間目と10月24日の10時間目と2月13日の3時間目です。じゃあコスプレがダメならちょっとあれでいきますね、なんだっけ、ちょっとでも服とかそういう感じに、コスプレじゃなかったらいいんだと思う。どんなに時が遅い時間、遅い時間ですか、19時20分から20時ですね、クリスマスが。浴衣は OK？ 分かんない、それも聞いてみます。コスプレダメなのかな、カワチー、久しぶりですね、カワチーが。さっき裏があるみたいなこと言ってましたよね、ずっとなんでそんなに裏があることにこだわってるのか分からんけど、どんなに時が遅い時間、こんなサラちゃんと話せる素敵な話し会。坂井萌香さんも22歳、そうなんですか、見えないですね、童顔ですよね。せっかく前浜で春夏秋冬披露した時の衣装作ったのに、え、作ったんですか、え、でも制服ですよね、コスプレ風は OK、 そうそうそう、なんかワンポイント入れるとか。お話1月日程しか行けないけど楽しみって、ありがとうございます、来てください。みんなこの日に〇〇なコスプレするから来てねって言ってるよ。うん、コスプレするって言ってるんですか、本当に。え、ダメなんですよ、なんか夏休みだから配信で。そう、制服、そう、セーラー服ね。ふうくんさん、ハートありがとうございます。清水、裏じゃない、どういうことあれが来たぞ。いや、ギリギリのラインを攻めたいと思います。
ハッシュタグ。コスプレ風っていうのが難しそうですね。俺が来たぞ。コスプレダメなんだ。ってこっちがセーラー服着とると話してきたけど、こっち。どうなんだろう。でもセーラー服はコスプレにならないんじゃないですか。あギリギリを攻めるんかいあギリギリを攻めるっていうのはそういうあれですよ。コスプレのラインよですよ。肌の露出をってことじゃないよ。どんな服装するとか言ってるんやろ。あ NMB 新人 NMB さんといえばさ、あれ皆さん見ましたか。なんだっけ、カウントダウンさんのカウントダウン TV の次世代選抜 AKB のももちゃんとサーヤンが出とって見ましたか皆さん。そうそうそう、ホスターさん、ひまわりありがとうございます。ひまわりありがとうございます。ミカニアンさんで思い出しました。今 NMB さんでセラフか。18歳以上コスプレそんなのあるの。何歳以上とか見てない。見て見ましたか。そう、それでねっていう、そうなんですよ。めっちゃ可愛かった。あのいつもさ普通にももちゃんとかサーヤンとか話しとるような人がももちゃんとかサーヤンとかめっちゃなんていうの、身近な人があそこにおるっていうとこ、ことがめっちゃあれでした。なんか感激しました。ももちゃんのももが100になっていけないかわかんけど、100ちゃんとカメラクレーン30万。そうなんだ、わかんない。ドラフトさん規制さんですね。見てサラちゃんどこって言いながらおらんおらん。ももちゃんなんか言ってた。でもすぐ LINE しました。もう11回見たんだ。すごい。サラも録画しとる。私おばあちゃんの方でも録画しとる。テレビでも可愛かった。しかもさ、なんか ABABABDAY とかさ、サラが初めて買った CD なんですよ。買ってもらった CD なんですよ。幼稚園の年少の時にご褒美で。そうだからエモエモでした。ミカニャン、そうですね、復活。よく見たらココアさんだった。ココアさんの方が可愛いですね。サラちゃんとサヤカにも出てほしいって。頑張ります。マヤ太郎さん、誰もありがとうございます。ユミンさんにもあげないって。ももちゃん、うん、ということ。私の夢の中ではサラちゃん出演してたよね。ありがとうございます。あ、買ったのはあれですけど、でもサラは2008とかから知ってますよ。サラはね APABABDAY の時4歳とか5歳とかだったかな。スティー、そう、めっちゃ映ってました。スティーもう9年前5歳でした。ソロを見上げたけどいなかった。地球のどこかにはいる。萌太郎さん、誰もありがとうございます。食パン胃に詰め込んだ。ほら食パン食べてない。2008年、2008年は2歳ですけど、2008年、横山由依はん、あ、そう、そうなんだね。波乗りかき氷、うん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 。今度はさらちゃん出れるように曲に言っとくよ。ありがとうございます。かわちのでって言っといてください。そうそう、すごいよね全国。そう、すごい。さらちゃんは TV で見れる、すぐ来ました。ありがとうございます。ユミニーさんに声でもらいます。それを言ってました。2歳から48。そうなんですよ。なんかねあれだった、なんだっけ、会いたかった。もうスペイン時代いつも YouTube で見とった。イエス、こんなのがあるんじゃって言っとって。サラはもうゆうこさん推しでした。断然大島さん、大島さんって言っとった。何の後輩とかでも何でもないのにさ、なんか結構なんか、まあ大島さんっていうかな、みんな大島さんって言って。 MKG さんやってくれますかね。カウントダウン TV 楽屋テントにも設置していたかき氷が美味しそうだった。いやいや、はーちゃん、サラさんミュージックステーションに出たいね。めでたいですね。
ミュージックステーションさんもでね、いつか出たい。カウントダウン TV の P に言っとくわ。カオチーノレ、ぜひ出させてくださいって伸ばしてください。しっかりママちゃんが乗ってた2人乗りの自転車、後ろの席は16歳以上しか運転。あ、そうなんですか。そんな年齢があるんですか。マネージャーさん見ていますか。サーちゃんの高橋正義さんかありがとうございます。前まではそれがちびまる子ちゃんに似とると言っとったけど、今日はいいこと言ってくれるじゃないですか。しみじいも元気だった頃今も元気小島だよ。ミュージックステーションの MC 塩やてるる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 る。いや、サラはね、もう将来いいやってみたい仕事があるんです。仕事じゃない、出てみたいあの番組があるんですよ。何かというとアナザースカイ。アナザースカイにもうめっちゃ出たいんですよ。もう出てみたいんですよ。 MC の方でもあのゲストの方でも何でもいいので、早く出たいですって出てみたいですももちゃん頑張ってたね。はい、ももちゃん可愛いですよね。ももちゃん、くまちゃんっていうのかも。てつこのね、アナザースカイ出てそうな顔しとるありがとうございますそう、アナザースカイになんかそのゲストとしても MC っていうか、なんか司会っていうか、なんか感想言う人おるじゃないですか。さらね、昔カトパンさんが好きだったんですよ。あとカトパンさんが大好きで、カトパンさんが出てからなんかもう好きすぎるようになった。でもアナザースカイは初回がスペインだったんですけど、初回から見てます。サラは最初の、サラが3歳の時が初回だった。だから2009年が初回だったのかな。それでなんか、まあサラはスペインに住んでたのもあって、なんか普通に親とかが、お母さんとかが旅行、うん、なんかが好きな感じなのでよく見とったんですよ。それで初回がスペインのマドリードだったんですよね。アナザースカイ子さんなのでって一回覚えてるの。嘘、ほんまよ、ほんまに調べていいですよ、スペインです、ほんまよ一回ここが私のアナザースカイって言ったし言おうとしたら恥ずかしくなった、やめとこうももちゃんのバーターで出してもらおう。バーター、アナザースカイ。そうなので、アナザースカイにいつか出てみたいですね。めっちゃ良くないですか、アナザースカイ。48メンバー出てますか。でその初回の頃はあれだったんですよ。てかさ、そういえばもうめっちゃ昔の思い出した、なんか今突然思い出したんですけど、話変わっていいですか。え、なんかめっちゃ面白い、めっちゃ楽しい、なんかなんかさ、ごめんなさい、なんかちょっと変で、なんか大島さんとかトリンドルさんとかが3人と、女の人3人と男の人1人でやっとって、カリフォルニアのディズニーランドとか行く、外国に行く番組なんでしたっけ。なんか大島さん、大島優子さんねとかが行くんじゃなくて、でも普通にそれ行く人は、現地に行く人は違う人なんですけど、なんか思い出したい、この番組なんじゃろう。なんか3人おって、女の人がなんかトリンドルさんと大島優子さんと誰だっけ、トリンドルさんじゃないっけ、誰か思い出してくださいそれは気になっとる今と、浜口さんかな、わかんない、でやっとった番組で、外国を紹介するやつ、外国に行くやつ、わからん、気になる。何曜日の番組どうじゃろう、でもサラが覚えてないです。もうめっちゃ昔すぎて本当に覚えてない。今みんな調べたら、ちょっとめっちゃ気になる、どうやって調べたら出てくるんかな。まあ大島優子さんが出てきた、今まで MC っていうか、なんかレギュラーで出てきた番組を全部見ればいいんかな。いつ頃、うん、サラが小2とかかな。世界不思議発見でもないし、世界7つの海を探すぞ、世界様リゾートってやつでもないし、アナザースカイでもないけど、それ系の番組。あ、グータンヌーボーや、違う、グータンヌーボーは田中みな実さんのやつ、あれ好き。今もやってない、もう全然やってない、絶対やってない、今は。めっちゃ昔の番組っていうから、多分知らんような気がする、分からん、気になる。あ、今田さん、浜口さんって言ってました、今田さんでした、言ってほしかった、ステイホーって言ったら、それだけ注目されるグループだね。そうですね、学園ドラマ
なんだっけ、なんだっけ、学園ドラマってなんかあるっけ、さあちゃんはまだ中学生だ、頑張れ、何でもできるって頑張ります。何年前、めっちゃ昔、あ、世界丸ごとハウマッチ、そういう、そういうやつ、わかんない、え、わからん、もう何を言われても思い出せ、あ、世界のクルシャ、もうわからんわ、世界ほど、なるほどだわるではないさそうですね、なんかその番組有吉さん、あ、おったかも、有吉さんだったかも、え、何ですか、教えてください、有吉さんだったわ、今考えたら、あ、相乗りやだ、違う、ちょっとみんなあれじゃないよ、これは電波ショー、何それ、絶対違う、でも名前的に、あ、思い出した、ウーマン・オン・ザ・プラネットじゃそれじゃあちょっと分からんか、みんな、ウーマン・オン・ザ・プラネットじゃ、思い出した、知りませんか皆さんこんな人になるやつやっぱりさ、なんかそれよく思い出せんこと よくあるんですよ、そういう過去のことが、なんかでも48系に多いんですよ、あ、まあこれは48ではないかもしれんけど、なんか江口あゆみさんとか、なんかなんかあったような、なかったようなって思うことが多いんですよ。え、正解者さんありがとうございます、誰ですか一番最初に言ったのは、アメリカ横断、横断ウルトラクイズ、違う、そんな昔、え、パパパさん、すごい、もやもやサマーズ好き、ありがとうございます、そらひまさん、ウィキペディア見て、ウィキペディア、あ、そうなんだ、海外で検索したい、やっぱこうやって聞くのがいいですね、日テレさんなんだね、パパパさん、ピアーンさん、ありがとうございます。僕の番組って何ですか？僕の番組？なんか岩沢さんよくロケがとか言われてるじゃないですか。テレビ局の仕事されてるんですか？気になっとったんですよ。ペコパさん、サラサラサラズ好き。2012からステンス入荷だったのかな？わかんない。覚えてないもん。だけど。あと何、なんかね、いろいろ好きだった番組ね、あるんですよ。そういう旅行系は全部見とった。でも、ててんの世界不思議発見は、なんか、夜じゃけあんまり見てなかった。放送土曜日だったんだね。みんなは何のテレビが好きですか？もうテレビとかね、もう見なさすぎてやばいんですよ。もう1年ぐらい見てないんですよ。ST 入ってからずっとぐらい見てない。し、もう2年ぐらいずっと見てない。自分で、あ、この番組見たいと思って見たテレビが、あ、あるわ。さっきカウントダウン見たって言ったんだった。でも、前は、もう、世界仰天ニュースっていう番組と、あるじゃないですか。世界仰天ニュースと、なんだっけ。世界、言うほど夜じゃないかもな。世界仰天ニュース、私も一緒だ、しーちゃんさん、一緒世界仰天ニュースと、あとアンビリバボーも好きですかとか、世界法廷ミステリーとか、なんか本当にあった系のやつが好きなんですよ。それをもう、それが見るのが生きがいで、小学生の時とか小6の時とか中1の時はもう正座待機でした。火曜日になったんですよ、途中で水曜日だから。世界仰天ニュースはもう全部見とるけど、最近もう世界仰天ニュースやってないし、ミンクなったかな。140万知ってる？何それ？アンビリバボーの飛行機会は好き。あ、サラも好きかも。好きって。そう、生きがいでした。昔では丸め特捜部やってました。それは今もめっちゃ好き。あのね、オーディションのアンケートかなんかで好きな番組やってるのそうやって書いた。アレルギーの話。え、めちゃくちゃ怖いです。水アレルギーっていうのがあって怖っと思いました。録画してから、サラも好きなんですよ。質問ですが、STのライブって一人で行っても行きませんか？行きません！ぜひ来てください。全然。ゆぴぞうさん、ハートありがとうございます。鉄腕ダッシュ見たことがない。昨日やってたの？ピエン、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 じゃん、それ。嫌ですね。あれで見ます。過去番組で見ますね。怖っ、大好き、ありがとうございます。辛くて泣いて
あれタッツーさんほとんど一人で来てるから大丈夫ですよ。だそうです。ありがとうございます。消さずに保存している番組で一番古いのは何ですか。なんか待ってね、なんかね、あ多分一番前、一番最初は多分世界サマーリゾートってやつ、7つのってやつで、あとは2個目は多分よくわからん、テレビあまり見んけんな、録画とかも、サラが昔ちっちゃい時に小3の時になんか平原綾香さんとか甘色の髪の乙女の方とかと一緒に共演したことがあるんですよ、合唱。そのテレビもめっちゃ昔だけど残っとった。この前久しぶりにあれだった、妹が見たらしい。私もよくイクメントで見てたけど、最近 SNS してると、そうですね、なんかやっぱり Twitter とかの方が見るんですよね。いや覚えてるのすごすぎて、ポケットからキュンです。あ、そう島谷ひとみさん忘れとった、妹が見たらしい。そうそう妹が見たらしい。え、今の話詳しく、あ、じゃあ詳しくしますね。小学校を小学生の時に昨日やってました、世界様リゾートかな。小学生の時に合唱団に入ってたんですよ、年長さんから小3まで。それで小3の時なんかその合唱団もは結構なんか立ち位置のあれが激しかったんですよ。しっかりした子はなんか1列目とか真ん中とか、なんか結構こう真ん中からなんか一番そのなんか押されっていうか、押されではないけど押されみたいな感じ、まあ一番なんか、まあでもしっかりしてるとかその実力にあれなんですけど、頭がいいとかなんですけど、そう、あ、いや争いじゃない、全然ね、みんなでねクソーって感じじゃないの、全然そういう感じじゃないんですよ。私みんな子供だからみんなあんまりわからないんですけど、なんか結構合唱団の押されみたいな、押されっていうかなんか普通になんか結構なんか並びが順番だったんですよ。序列あるんだ、序列あったんですよ。でなんか出世したら合唱団なのにだよ、真ん中によるし、すごいしっかりしとって、ずっと先生とかがもう好きな子って優しいんですけど、その子もがずっと真ん中っていう、サラと同い年の可愛い子がおってから、それでまあみんな仲良かったんですよ結構。それでなんかサラは結構最初はなんかはいはいとか言って、サラとその子がめっちゃツートップぐらいだったんですよ。それでなんか研修生だったんですけど、研究生、最初合唱団にも研究生があるんですよ、小1の時だけね、だったんですけど、その時もずっとその子とサラがなんか真ん中とかだったんですよ、前の方だったし。だけどなんかサラはボロがバレてしまったから、バレてしまってちょっと抜けてるところことに気づかれてしまって、めっちゃね後ろに乗ったんですよ2列目とか2列目の端っことかだったんですけど、まあ人数もそんなにいないので2列目でも結構後ろなんですけど、だったんですけど、それで全然ライバルとかそういう感じじゃない、全然全く競ったりしてなかったよ、全くじゃなかった、ほんまにね、あのそっちのなんかなんでみたいなのか全然ほんまになかったけど、そういうのだけどみんな仲良かったし、それでサラ結構後ろの方だったけど、テレビだったんですよその時、なんかねコンサートのに出させてもらうんだったんですよ。あとなんかイルカに乗った少年の人とか、あとは千の風に乗っての人とかおったかな、それでおって、それをやるんだ、その方たちと一緒に歌う時にテレビが来たんですけど、なんかあれでした、サラは端っこの方じゃけ映らんかなって思ったら、すっごいたまたまその時にすっごい、あ、ちょ、ジョイチューさんかな、映してもらったんですよ。なんかめっちゃいっぱいアップにしてもらったんですよ、じゃけんそれが嬉しくて、まあめっちゃ撮ってます、めっちゃ。しかもサラがテレビになんかいつもこうやって真顔で歌ってたんですよ、
なんかポニョとか打ってたんですけど、ポーニョポーニョポーニョって歌ったんですけど、なんかなぜか分からんけど、たまたまか分からんけど、テレビに映った瞬間だけめっちゃポーニョポーニョポーニョってなるんですよ。変わるんですよ。たまたまかもしれない。それはたまたま、たぶん自分でだって分かんないから、テレビ映ったとか。だったらさ、ひまわりありがとうございます。ちょっと面白かった。見せたいけどテレビだから絶対見せない。それは可愛かったから流れなの思うから、私は端っこよく映るから。そう、いや分からん。でもだって自分で分かんないのにさ、アピール、そのちっちゃいながらに。そんなことない、記憶にない。しかもそれもあったし、あとグリーンアリーナでカラさんとかが来たのが2013年にあって、カラさんとか、あとあれなんだったっけ、柴崎浩さんとかが来た時のやつにも合唱団が出させてもらったんですよ、玉置浩二さんとか。その時はあれだったけど、偽名で某チューブにあげといて。バレる、怖い怖い、めっちゃカメラ目線だったわ、だったわって分かるんですか。絶対絶対ね、これでこれを見たことある人は本当に最高さん、やばいと思う。2013とか4とかだと思う、めっちゃ昔なので、これを見たことある人はさらに教えてほしいですね、マジで。もうこれは絶対誰も見たことがないし、何年経っても YouTube からも出てこんと思う。でもね、全国放送だったんですよ。だから持ってる人がもうワンチャンいるかもしれない。でも島谷ひとみさんとかのファンだったら、そう、最古の方ですね。何気にすごい合唱団にしたく、すごい、わかんない、最古さん目指さないと。そう、頑張って、うん、サラマンダーさんも最古さんを目指してください。あ、面白い、いけるかも。よし、局に頼んで探してください、かわちいので。ってアナザースカイもね、一緒に頼んでいってください。スーパーレア映像、え、今日アップされたら誰が開けてくださるって。え、もう、もしも、かささないで。もしも、もしもの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 、もしも、仮に、サラじゃない人が仮にもっとってあげて、それをサラのアカウントだとか言わないで。本当にもしもの、もしもでも言わないでくださいよ。お願いします。サラね、そもそもね、YouTube のアカウントね、持ってないんですよ。なんかね、入ってないんですよ。自演とか言わないで、焦って。なんかやめてよ、みんな。さしてないでくださいよ、ほんまに怖いじゃないですか。やめてね、ほんまにあげんけ、こんなの、こういうのあげんのよ、サラは。ほんまに最近最新情報はツイッターで知ることが多いけど、最新情報 STU とかの、あ、でもツイッターも普段アカウントに入ってないから、あ、2期生のツイッターあるじゃないですか。だけどあれに入っとって、もし何か違うのにいいねしてしまったりしたら怖いから、普段入ってないからね、わかんないんだけど、ツイッターはなくても見れるからいい感じ。他の動画、小さい子供だったら、そう、でも小さい子供だった、サラも120センチとかだった。 OK さん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。草原からもうガチなのが伝わる、もうほんまなんですよ。 Gmail だったらアカウント自体はある、どうじゃろう、ないと思う。 OK さん、誰もありがとうございます。だってアカウント名が職場大好きだったら察するって、やめてよ、本当にやめてよ。もう逆にあげてほしくないです、本当。誰か探してあげてほしいわって言って。え、じゃあサラがどんな感じだったか言うと、なんかパークパックチャーゲーっていうところに言ってました。そっか、サラジーがあげてくれるかもなって。サラジーね、機械とかあんまり使えないからね。この前もね、なんかあれだった、なんだったっけ、なんかね、絶対あげれない、なんだっけ、そうそうそう、ポニョ個人でツイッターアカウント作るとしたら最初に何投稿したい。清水沙羅です、ツイッター始めました、よろしくお願いしますって言って、このちび沙羅。いける、食パン大好き。趣味自由はただ真面目に来た。そうですね、4歳上の新しい塾の先生の話聞いて、やっぱり記憶力いいよね。記憶力いいですか、合唱団の。だって映像のスターダメじゃないですか。ちびさらかわいい、地に変えてくださいよ。いいじゃダメです、地にしてください。アナザースカイでニューヨークでボス写真の場所を訪ねてほしい。
これはねトランプタワーが見えますよ。まあ岩沢さんこれ使って探して、え本当にあれなんですか、テレビ局の方なんですか岩沢さん。めっちゃなんか名指しで聞いてしまった。沢さん広島山口、広島、広島です。初見さん、えこの話初めて見た。サラマンダーさん了解証書で、何ですか LINE ですか、ここは2人の LINE ですか。安田さんとサラマンダーさんの個人チャットになってますけど。探しますって、分かりましたって、頑張って探してください。今も河内ありがとうございます。あれかいいって言って伸ばすっていうのを意味わからんかもしれないんですけど、このあなんか MKJ さんみたいな、今のあーみたいな、しし やって言われるからちょっとやめよう。これちょなんかなんとかーって伸ばすやつをなんかラジオでやったんですよ。なんか なんでやったんかな、なんでやったんだろうね。なんかラジオでからなんかあーどっちが長くできるかとかやってた、やりました。お前どっちが長くできたの、えなんか覚えてないけど、なんかやったんですよ。なんかそれだけどなんか途中で笑いが出てしまった。まさぴよさんハートありがとうございます。おはようございます。ロドリゲスさん、おしょけさん、天井さん、天堂さん、素晴らしい、ありがとうございます。まさぴよさんハートありがとうございます。初見さんありがとうございます。楽しく聞かせていただきました。また来てください。在宅ワークスタート。風景さんハートありがとうございます。肺活量多いの多くないんですけど、なんかあーってやってた。ゆきさんひまわりありがとうございました。ふりんりんゆめさんおはようございます。あまーさん対一緒だ、一緒ですね。それもねあのねあれ持ってるんですよそれ。なんかマリアさんがもう好きすぎてサイコさんで、学校の友達といつも話してるんですよ。学校の友達にもおっていつも話してます。一緒だマーさん対。サラさんは話し方がしっかりしてる。本当は JD じゃないの、 JD 女子大生、そう JD。サラは JD に見えますか。なんかねこの前ねメイクの人、メイクさんがなんかメイクさんに話そうと思ったらなんかねーとか、なんか時々出てしまうんですよ。なんかねーとか言うんですよサラが。突然ですよ。だけどなんかねーとか言ってしまったら、あごめんなさいってサラ言うんですよ。そしたらあんまり年変わらないからいいよって言われたから、え何歳なのって思ったんですよ。そして年聞いたら22歳だったから、えっ、ー、と思って、普通に変わるじゃんって思ったんですよ。8歳くらい変わるねって思ったんですよ。だから何歳に見えますかって聞いたんですよ。そしたらうーんって言われて、うーん10何とか18とか17とか18に見えました。でもねさめっちゃそれぐらいに見えるいつも、えって思う。そう年近いからって言われたけど、え何歳なんだろうって思いました。一緒お兄弟いますか。います、妹がいます。 JK 認定か、認定わらわら、そうそう JK なんですよ。ウィンクしてできん、ウィンクできん。サラもシンクツールを絶対適当だろ、わからんわからん。お姉さんそう見えるんですよ。まあサラ家で妹がいるので、そうですね動画の逆なんですよさ。実際目線も見ました、みんなも見たんでしょ。そうさっきもね言いました、可愛かった。今日のファッション見せてください。さっきね一瞬事故ったので見えたと思います。もう見せません。今年上に見れれば大体老けないよ。あそうなんですか、じゃあ年上に見えたいですね。ちょっと老けないんですか、どういうことかよく分かんない。今だと年上に思われるの嬉しいですか。でもなんかももちゃんよりいつもお姉ちゃんに見えるって言われるんですけど、めっちゃそれ嬉しいんですよ。ももちゃんがももちゃんとどっちがお姉ちゃん見えるって言われたら、ももちゃんももちゃんサラって言われますいつも。
サッカー小僧って言われてそれはあの時だけですね。18歳見えるって言われました。私ミリアちゃんにも言われた、本人見える、さらば出てて老けてるってことだよね、嫌だよね。え、嫌じゃない、全然老けとる。はじめまして、おはようございます、関和夫さん。ももちゃんはね、点々で、そうそう、だからももちゃんいつも言うやつ言われる、何言わなくてもヤバいよスタンプ、そうなんですよ、買ってとか何も宣伝しなくてもももちゃんもうヤバいよスタンプ使ってくる。友達サドちゃん見せたらまだ首どういうこと、首座ってないよ、デバイドでどういうことそれは面白いです首座ってないやママちゃんがそう見えるんですよ、若くかなり土壇場なんですよ。でもあれなんだって、垂れ目アイラインしたらあの童顔子供っぽく見えるってももちゃんに聞きました。ももちゃんに教えてもらった。なんかアイラインを下側に引いたら子供っぽく見えるらしい。まだ赤ちゃんやんって。そう、それはないです、どういうことないない、それはない。ももちゃんに子供いちゃんに子供行ったら高校生になったから大人って返された。かわちいいですね、ばあさん隊ももちゃんとサーヤも一季節のナブと幼く見えた、赤ちゃん説もって。じゃあ今日はそろそろ配信終わりたいと思います。13位 QPH さん、ありがとうございました。12位 OK さん、ありがとうございました。11位クッチャーさん、ありがとうございました。10位たこ焼きクラゲさん、ありがとうございました。9位フォスターさん、ありがとうございました。8位石ころさん、ありがとうございました。7位パープルアイさん、ありがとうございました。6位スンさん、ありがとうございました。スンスンさん、ありがとうございました。あ、七並べしますよ。あ、七並べ配信終わったらね。5位ヘイさん、ありがとうございました。4位秋里さん、ありがとうございました。3位ザッキーさん、ありがとうございました。2位ギョピゾーさん、ありがとうございました。1位ドサンクラットさん、ありがとうございました。七並べするので皆さん一緒にやりましょう、会いましょう、サラと。ありがとうございました。人は進化する、お話し会もぜひ来てください。10月31日の7時間目と12月24日の10時間目と2月13日の3時間目がおすすめです。ぜひスクショしてください。これありがとうございました。今から2月のやつ応募してください。ありがとうございます、ありがとうございました。